歩先行くマーケティングの、この配信では一家の大黒柱の私が企業やオンラインで稼ぎたいけどなかなか一歩が進めない人に向けて、ちょっとしたマーケティングのコツをつかむことでビジネスも人生ももっと楽しくなる考え方をシェアしていきます。こんにちは、下坂恵理子です。今日はいかがお過ごしでしょうか。さあ今日はね、休日なので、ちょっと休日っぽい仕事、話をしながら、マーケティング手法のことをお話ししようと思います。題してドラえもん映画のマーケティング手法がすごいということでお話ししようと思います。はい、というのもね、今日ドラえもん見てきました。はい、春にねドラえもんって毎年映画やるんですよね。でなんか知らないけど去年は見に行かなくて一昨年は行ったんですけど、なんか今年は子供の方からなんかすごい行きたいみたいに言ってきたので、予約して行ったんですけれども、そこで、過去行った時は多分私がそこまでマーケティング志向になってなかったので全く気づかなかったんですけれども、なんかもう気づけばいろんなとこでね、本当にドラえもんの映画絡みでマーケティングが使われてるなっていうふうに思ったので、それをねちょっとビジネスのヒントにもなると思うのでシェアしたいと思います。まず行ったらですね、不思議なくらいみんなポップコーン買うんですね。今なんか私昔はですね、そんなにポップコーンもね好きじゃないし、なんかね映画見るときって結構何も食べないで平気なので、なんか2時間とかね、特にポップコーンを買うっていうね、しきたり習わしとかは私自身にはなかったんですが、あと東宝シネマ行ったらもう本当みんなポップコーン買ってるんですね。でドラえもんの映画の前だからかめちゃくちゃ混んでたんです。カウンターが10個ぐらいあるのに、それがもう全部全ての列が 6組ずつぐらい並ん、ということは 10列×6組なので60人ぐらい並んでるわけですね。で自分の順番がねどんどん近づいてきてもまた後ろに並んでいるので、60人だけじゃないです、もう常にそのくらい並んでて不思議なくらいだったんですけども、まずそこであれですよね、映画の代金だけでなくポップコーンとなんか飲み物を買うっていうね、なんか追加料金ですね。私のマーケティング用語で言うとオーダーバンプですね。本当は映画を見に来た、ね、映画を見に来るのが目的であってポップコーンを買うとか飲み物を飲むとかそれは目的じゃないんですね。でもやっぱりねあそこに行くとみんな買っているし、まあ、あとね映画の上映中に言うんですね、ここで買ったもの以外持ち込まないでくださいって言うんですね。なので映画館の中って基本的に映画館で買ったポップコーンと映画館で買った飲み物しか基本ダメっていうことになってるんですね。ね、不思議ですよね。でそうなることによってお客さんはポップコーンと飲み物をねセットで買うんですね。なのでそこにもお得なセットっていう風に用意されているので、もうそうするとねポップコーンとジュースのセットっていう風になりますよね。いやまずそこがねオーダーバンプとか、オーダーバンプですね、追加商品を買ってしまうね、ちょっと買い商品を買ってしまう人がこんなにたくさんいるみたいな感じです。で映画館あでね、私ちょっとこれは余談なんですけど、は間に合わないって思ったんです。10分始まりの映画だったんですけれども、行った時に55分ぐらいに到着して列に並び始めたら、なんと10分になってもやっと一組のとこで10分になったんですね。なので本当の上映開始には間に合ってないわけです。でここがねちょっとクレームを避けるっていう意味ですごいなっていう、クレーム処理ですよね。クレーム処理を事前にしているところを発見したんですけれども、私たちはねだいたい10分始まり3分遅れぐらいに会場の中に入って、遅れちゃったって思ったんですけど、そこで予告だったんです。映画の前ってだいたい初めに予告やるんですね。予告とかお知らせとかやるです。で大体それが10分ぐらいあります。これは何をしているかっていうと、予告でね他の映画に誘うっていうのも一つありますよね。やっぱり予告見せると
行きたくなったり興味が湧くので、こんな映画やるよとか、次こういう映画おすすめですとか、なんかそんな感じで予告を入ります。でこれ一つの効果ですね。もう一つはね、クレーム処理だと私思いました。今やポップコーンを買う人が増えているわけです。そうすると私たちみたいに間に合わない人っていうのが出てきちゃうわけですね。で私自身も 10分並んでやっと自分の番が来たわけです。なので10カウンターって、ね、6人ぐらい並んでたとしても10分ぐらいで、まあ、購入することはできるんですね。そう考えると上映開始っていうふうに言われていた時間から10分予告を流しておけばお客さんは間に合うんですね。これは何をしているかというと、上映しちゃうともしかしてお客様の中には、まあね、理不尽かもしれませんが、ポップコーン、ね、買うの遅かっただろうみたいな、ポップコーン買うの遅かったから映画に間に合わなかったじゃないかっていうね、理不尽なクレームを出す人もいるんじゃないかなって思うくらい混んでたんですけども、でも10分予告を入れることで、もし映画に遅れる人がいるとしたら、その人は上映開始時間にもはや間に合ってないわけですね。そうするとお客様のせいなんですね。多分上映開始までに並べば、本当の本編が始まる前ぐらいまでには、ね、食べ物をポップコーンを受け取って入れるはずなんですよね。なのでそういうところでも遅れすぎている人はね、さすがにクレーム言ってこないんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、でもやっぱり予告に遅れて怒る人あんまりいないと思うので、やっぱりそこもね、うまくクレーム処理をしているなっていうふうに思いました。そして、はい、マーケティングの話、最後ですね、エンディングのところで何をやってたかというと、ね、全部エンドロール流れ終わって一回暗くなるんです。で、ね、明るくなったら席立とうかなっていうふうに思ったんですが、エンドロール終わって 2,3 秒真っ黒の時間が来たんです。そしたらドラえもんが出てきてですね、なんか映画楽しかったみたいに話しかけてくるですね。そこで何を言ったかと思えば、2025年はこれをやるよみたいな、もうすでに2025年の伏線をドラえもんが張っていたんですね。いやこれすごいなっていうふうに思って、今年見に来た子供に来年もやるよってすでに言っちゃってるんですね。そうすると子供はどうなるかっていうと、まあね、小さい子は覚えてらんないかもしれませんが、まあ、ドラえもん来年もやるんだっていうふうに思うし、親もね、あ、やるんだっていうふうに分かるわけです。まあ、そうするとこのやっぱり予告を言ってくれると、まあ、じゃあチケット早めに買っとこうかなとか、まあ、そういうふうな気分になるわけで、今来ている客をちゃんと逃さないように予告をちゃんと流して、うん、注目させておくっていうのが一つありました。いやすごいなっていうふうに思いました。しかもね、ドラえもん出てきてそれ喋ってますからね、すごいなって思いました。でもう一つです、エンディングのところにですね、子供が出てきたんですね。一般の子供です。で、まあ、今回ドラえもんの映画、ね、まあ、これはネタバレでも何でもないんですけども、楽器を使ってるやつだったので楽器を持っている、ね、子供の写真がいっぱい出てきたんですね。100名とかですかね。でおそらく一般募集したであろう子供たちがパッと出てきたんです。で勘のいい人は分かると思うんですけれども、おそらく公式サイトでそこに乗ろうよみたいにきっとね募集かけてたと思うんですね。でこれね、参加型っていうの本当に商品購入にすごくよくて、まず絶対参加してるお子さんの親御さんは映画館に来ますよね、見に。で、その他の人ですね、それを見た人って来年はうちの子も出したいとか思ったりするわけです。でそうするとやっぱりね、注目度が高まるし、ただ映画を見せられるわけではなくて、みんなと作ってるよみたいな感じが出るっていうのはすごくなんか応援者がいるみたいになるし、まあね、ドラえもんだからほっといても応援者はいるかもしれないんですが、やっぱりみんなを参加型で巻き込むっていうのをうまくやってるなっていうふうに思いました。まあね、例外なく私もね、ホームページをチェックして、どこでね、そういうね、写真をこの子供の写真を出してたのかなみたいな、そういうリサーチをしたりしたので、まあ、少なくとも興味のある親はそういうことをするということです。はい、というわけで、まあ、ドラえもんの映画をねちょっと見に行っただけで、これだけね追加商品とか認知させて注目させておく施策とかね、なおかつ来年もやるよみたいな予告とかね、フルにマーケティングが活用されてるなっていう風なポイントを気づきました。
はい、ぜひあなたのビジネスの参考にしていただければと思います。はい、それでは今日もお聞きいただいてありがとうございます。また明日も配信していきますので、気に入っていただいたらフォローしていただけると嬉しいです。それではまたお話ししましょう。バイバイ。